10番松田正則選手。松続きまして2013シーズンをもちまして15年間のプロ生活に終止符を打つことになりました松田正俊選手引退セレモニーを行わせていただきたいと思います。松田選手よりご挨拶いただきます。まずは今日ホーム最終戦足を運んでいただいた皆さん本当にありがとうございます。皆さんのおかげで最高の雰囲気の中で最後の秋田での試合をしっかり勝つことができました。本当にありがとうございました。僕はこの秋田の地でサッカーができたこと本当に嬉しく思ってます。皆さんの温かさこの寒い秋田にいても本当に心温まる皆さんの声援応援があったおかげで僕は走り続けることができました。ベストイレブン得点王という賞も取らせていただくことになりました。取らせていただきました。まあそんなことより僕が嬉しいのはやっぱり皆さんの応援と期待、まあ少しのプレッシャー、そういった中でサッカーができて本当に幸せだと思います。あとはこのドライブリッツ残る選手たちに僕の思いというのを託し、ドライブリッツ秋田を応援する支援する全ての方々と共に成長し、日本全国にドライブリッツ秋田すごいいいチームだと言われるように頑張って行ってくれると思いますし、皆さんの力が必要です。どうかこれからもドライブリッツアクターをよろしくお願いします。今シーズンをもちまして現役を引退します松田選手へブラウリッツ秋田より花束を贈呈させていただきます。贈呈は2013シーズンブラウリッツ秋田選手会会長江崎和人選手です。15年間本当にお疲れ様でした。秋田の松田正俊選手、今一度大きな拍手を送ります。